曲がったことと雲が嫌いなお調子者の都政人焼津の判事傑作時代劇スローニン月影兵庫と次回作スローニン花山大吉の主役ともいえるメインキャラなのだ猫恐怖症の剣の達人のスローニン月影兵庫実は松平伊豆守の甥いなのだが故あって諸国を蔓有している 剣豪の役柄で知られたこの絵十四郎と、東映の二枚目俳優、品川隆二のコンビの時代劇。今までの品川のイケメン俳優のイメージを大きく払拭した慎長キャラになり、おっちょこちょいで人情にもろく、単純で純粋。へんこごめなぐらい、曲がったことは何でも嫌い。という、喜怒哀楽がはっきりしたと星人。跳ねたり走ったり、騙されたり。 面玉開いて驚いたり、落ち込んだり笑ったり、ともかく表情豊かで忙しい。なぜか、随所に大きい雲が垂れ下がってきて、バカ声で大騒ぎをする。それを、兵庫が、このバカ垂れがからと言って、手づかみ手地面に捨てる。兵庫は、なぜか、くるみくるみをにこもっており、ぐりぐり鳴らし、バシッと割る。この絵じうしろの兵庫も、 正義感は強いが行儀が悪い3枚目の役柄でやはり大きくイメージを変えてしまったそれが非常に人気を博したが話が進むにつれコメディ色の強い作品になってしまい原作者の南條典雄からクレームがついたことにより放送終了を余儀なくされたスローニン・花山大吉に主役の設定などを 若干の変更を行う形で引き継がれ、さらにコミカル度がアップした。キャラ的には月影兵庫を踏襲しているけど猫嫌いではないが、とにかくおから好き。居酒屋におからがうしで、ガラッと人が変わる。大酒飲んで、いつも泥酔状態。共に旅をしてるにもかかわらず、普段は、互いに憎まれ口ばかり言い合う。時には、 単なる罵り合いにしか見えないこともあるでも共に人情に厚くいざという時は弱い庶民の味方となって協力して悪人たちをやっつける普段だらしなく情けない旦那と判事は互いに罵り合っていながらも心の中では強くつながっている伝説の名コンビと呼ばれていたこんな時代劇を。 今だからもう一度復活してほしいものだ。